はいみなさん、こんにちは。タビ若村です。さあ本日は11月の18日水曜日です。本日も午後3時になりました。ほぼほぼ毎日配信しています。タビ通信ライブ版今日ちょっと旅へ。本日もスタートしたいと思います。拍手さあ今日はですね、暖かい一日になっております。 今日おそらく京都は最高気温24度に迫るような暑さになっています。今先ほどちょっと歩いてきたんですけれども、もうちょっと歩くと汗ばむぐらいの今日は暑さになっています。どうでしょう全国的に今日は暖かい一日を迎えているでしょうかあのー、寒さもあってね、また暑さもあってということで、なかなかこれ体調管理が難しいところですけれども、皆さん体調崩さず元気に 今日、一日をですね、過ごしていただきたいと思います。実は今日はですね、先ほどまで、世界遺産、二条城の前にできました、新たにオープンしました、ホテルザ三井、京都というホテルができました。三井と言いますと皆さん、三井ガーデンというホテル、よくよくご存知かと思いますが、それとはまた、クラスの異なる、もう、 国内のホテルでは最上級、ここを目指して開業しましたのが、ホテルザ三井京都というホテルです。世界遺産二条城の目の前にあって、今日は特別にスイートルームなども少し拝見させていただいたんですが、ガラスから見る風景が全て世界遺産二条城ということで、堀川通りに面して、 西側のお部屋は、まさに、お城を見る、二条城を眺めるという素晴らしい眺望でした。またそのホテルに囲まれた中庭にも、水をた,たえたお庭があって、その美しい日本庭園を眺める、ガーデンビュー、お庭を眺めるお部屋もありまして、まあこういう形で、超ハイクラスの、一泊がね、だいたい 10万前後でしょうか今ね、ちょっと今ね、足の裏釣りました。大 <laughs> 体ね、まあすごい宿泊ですが、それでもね、今 GoTo キャンペーンもありますので、ぜひ皆さん興味ある方は、ホテルザ・三井京都、こちらでホームページを少しご覧いただきまして、ぜひそのね、素晴らしい、あの、アフタヌーンティーなど、 お茶でもホテルの中利用することができますので、まず京都にお住まいの方はぜひ、まあ今はなかなか外に旅行が難しいという方は、京都のそういうホテルに泊まって、二条城を眺め、日本庭園を眺めながらのちょっとね、宿泊を楽しんでみるのも大変素敵な時間を過ごせるのではないかと思います。地下1000メーターからは温泉も湧き出して、その 温泉を使ったお部屋に外風呂、露天風呂があるお部屋がね、二部屋と、あと、水着を着て入るという、そういう温泉なんです。そういう温泉も大きな温泉が地下にありまして、家族で入る温泉と、水着を使って大きく皆さんで入る温泉と、お部屋にも温泉がついているという形でね、いろんなバリエーションのお部屋がね、整っています。 全部で161部屋あるということで、今日は、たまたま、一番広い、230平米またね、詳しくはこの後、Facebook や SNS で今日ね、撮影した写真、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいと思いますけれども、161部屋の中で、スイートルームは200平米を超える広さがあって、 二条城を眺めるというね、素晴らしいホテルが出来上がりました。まあ海外の非常にこう、富裕層向けのホテルはたくさんあります。京都にもたくさん今できておりますけれども、純国産の三井が手掛けた、我が国の威信をかけた素晴らしいホテルでした。ちょうどその二条城の前と言いますと、福井藩邸跡幕末には松平春学というね、 幕末四賢校の一人が拠点とした判定跡になります。そこに今、ホテル座三井が立ちまして、素晴らしいホテルの文化が、この11月から始まったということなんです。ぜひ皆さん、この後、情報をね、Facebook 等でもお伝えしたいと思いますので、また、インターネット等でまずはご覧いただきまして、レストラン、カフェ、そしてもちろん宿泊と、様々な形でまた、使っていただくと、 最高の時間が過ごせるのではないかなと思っております。またぜひね、ホテルさんと一緒に私たちも、二条城の特別見学ですとか、または、京都人でも知らないような、隠れた秘密の京都を訪ねるような、少人数のツアーを実施するなど、なんかいろいろ一緒にですね、これからタイアップができれば嬉しいかなと思っております。 さあ、それでは本日も今日ちょっと旅へ。ということで皆さんと一緒にどこかのお寺、どこかの神社へと旅をしたいと思います。今日はどこへの旅になるでしょうか。本来であれば皆さんと直接お会いをして、講座ツアーで皆さんと京都の魅力を楽しむところなんですけれども、なかなか今皆さんと直接お会いする機会が少なくなっておりますので、こういうオンラインを使って今、ほぼほぼ毎日、 京都の魅力をお届けしています。さあ、この箱の中に入っているお寺神社の名前が書いた旅くじを引くことによってもう即興で一番私に緊張感高まるときです。即興でそのお寺神社をトークで皆さんに旅をしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ取り式です。行きますよ。 下のお飛び出ましたね、今。今飛び出たこの旅くじを本日のトークテーマとしてみたいと思います。こちらが、自ら今日、トークしてくださいと言わんばかりに、ポーンと飛んで出ました。それでは行きます。中身を改めるくじ改めです。まずは、私が確認をして、皆様に一つ、二つ、 三つとヒントを出していきます。皆さんはそのヒントから、あそこの寺かないや、あの神社じゃないかななど考えながら聞いていただきたいと思います。分かったという方はコメント欄に何とか寺、何とか神社と書き込んで、どれぐらい京都を知ってるか腕試しをしていただきたいと思います。それでは行きます。くじ改めです。 さあ今日はどこだおおはい。ああ、出てなかったんですね。さあ、今日のトークはお寺です。でもね、皆さん、おそらく、京都、いろんなお寺神社がありますが、 今日お寺なんです。お寺なんですが、京都いろんなお寺ありますが、おそらく京都を訪ねる方、京都のお寺に行った方、おそらくこれ必ず見てます。見てるのにお寺の名前はほとんど知らないと思います。つまりどういうことかと言いますと、あるお寺のすぐ近くにあって、 そのお寺には、京都で一番、年間400万人が訪れるというお寺です。そのお寺から見る、これは、必ず皆さん見てるんです。おーと、見てると思います。しかし、それが何というお寺の何という建物かは、多分、皆さんご存じないと思うんです。つまり、 年間400万人訪れる、清水寺の、あの、国宝舞台の奥にあるお寺です。さあ、皆さんわかりましたか金雲系という舞台の下の景色の奥にある三重の塔。この塔があるのがこちらのお寺です。こちら。大三寺というお寺です。大三寺。皆さん、あの三重の塔。 清水寺の三重の塔と思ってませんでしたでしょうかあの、清水寺といえば、もちろんお土産屋さん、ずっとあの道を登りまして皆さん、二王門、西門があって、そこから中に入っていって舞台まで進みます。その舞台に行くときに、大きな三重の塔が一つありますね。これは清水寺の三重の塔なんです。 実は、あの奥にある舞台の、金運系の奥にある、ちっちゃな赤い塔。これが、この、大三次の、三重の塔ですが、通称、こう呼ばれています。通称、 小安の塔、小安の塔と言いまして、つまり、このお寺の名称を見ていただいてもわかりますでしょうか。おさんが安らかになるお寺、大三寺と称されるわけで、つまりこの三重の塔は、安山、安山の塔としても親しまれておりまして、大三寺の小安の塔、大三寺の小安の塔として、 この三重の塔が大変昔からあがめられていたということなんです。で、もともとは、この大山寺。今は、皆さん大体清水寺、舞台を見て、奥の院に行って、そこから山麓を行った時に、くるっとひっくり返して、下の音羽の滝へと向かいますね。あの、音羽の滝に行く時、ちょうど、くるっとひっくり返す。 そこを西側へ行くとこの大山寺があるんです。つまり、大山寺は小さなお寺ではありますが、今は舞台の向こう側にお寺が、境内があるということなんです。もともとは清水寺の門前にあったお寺です。つまり一番最初お土産屋さんを登って、二葉門、西門があって、そこから清水寺入っていきますが、その 門前にあったというお寺さんなんです。多くの皆様が、清水寺、参詣される中で、観音礼状としての千年の歴史があります。この清水寺、参拝する中で、入り口にあるこの塔、お寺は、大山寺小安の塔と称されまして、多くの、お腹の大きなお母さんが、安山、安山、 これを願って、清水寺へと参詣されてきたんです。大山寺へと参詣されてきたんです。ですから皆さん、以前出てきた旅くじで覚えてますか清水寺の参詣道といえば、一年坂、二年坂、そして、最後に三年坂があります。この三年坂が、通称、 大道三年、八百八年にできた道であることから、三年坂と言いますが、おさが安らかになる坂道。この道を登って、大三寺小安の塔で安山を祈願することから、三年坂は通称三年坂。 お産が安らかであるということで、三年坂とね、称されまして、その歴史が今も刻まれているわけです。ちょうど三年坂登り切ったところの石碑にね、縦に三年坂と書いた石碑がありまして、まあ、この、大山寺に始まる安山の祈願。大きなお腹をしたお母さんが登ってくることから、坂道でこけると大変です。ここで転ぶと、 三年以内に亡くなってしまう、そんな言い,い伝えが生まれまして、皆が気をつけて、特にお産を控えたお母さんは気をつけてあの階段を登ったことから、三年坂という名称になったということなんです。まあ、まさに今もですね、安産を願って参詣される方がいらっしゃいます。ぜひ皆さんも、次回、清水寺に行かれましたら、その舞台から、 あれが大三寺小安の塔。眺めていただきまして、また、奥、くるっとひっくり返して、音羽の滝に行く、その時に、ちょっとこう、大三寺まで入っていただきまして、この三重の塔のところから、清水を見ると、大パノラマです。清水から見た大三寺の小安の塔も大変美しい。逆を言えば、大三寺から見る清水寺も、 奥の院、本堂舞台、田村堂、そして三十の塔、で、二王門、西門などが大パノラマでご覧いただけます。背後には緑の山があって青空と大変素晴らしい写真が撮れますので、絶景のフォトスポットです。ぜひ皆さん一度、大山に行かれまして、安山祈願とともに、 素晴らしい清見寺の風景をご覧いただきたいと思います。この度清見寺の屋根の吹き替えが終わりましたので、その美しい屋根もパノラマビューでご覧いただきます。あ、今日は11月の18日ですね。今日水曜日です。今日から今月末まで、11月の30日まで 清水寺、常住院の特別公開が始まったと思います。確か今日スタートで、月末の30日まで、わずか10日ちょっとになりますが、清水寺本堂の裏側にある常住院、清水寺の本坊にあたる常住院が今回特別公開になりまして、京都に残る、雪月下三名園の一つの月の庭と称されますのが、この常住院のお庭です。 灯籠が置かれ、遥かに広大寺山、広大寺の山を仰ぎ、その山の中にも灯籠があって、非常に遠近感のある素晴らしいお庭が広がる清水寺、上樹院です。今日から確か特別公開に入っていると思います。で、ポイントはね、月の庭ですから、夜です。夜眺めると、素晴らしい灯籠に明かりが灯り、 夜ならではの月の庭がご覧いただけます。で、私ね、先日、国立天文台のページで月の満ち欠けを調べたんです。すると、せっかく月の庭と言われますから、満月が照る月の庭を見たいと思ってましてね、やばい。また足の裏が釣りました。<laughs> 思いましてね、国立天文台で月の満ち欠けを調べたんですよ。 そうしたら、なんと、特別公開、最終日、11月の30日が、月の暦14.8だったかなほぼ15夜なんです。満月なんです。ですから、皆さん、これから10日少し、清水寺、上樹院特別公開に入りますが、最終日、確か11月の30日は月曜日かな最終日が、 満月を迎えますので、駆け込みではないですけども、最終日を狙って、満月の清水寺常住院月の庭、ご覧いただくのも素晴らしい観光になると思います。ちなみに今日はね、確か月齢が2.4ぐらいでした。だから、ほとんど、細い三日月で、まあ、新月に近いということで、まだまだ月は出ていないに等しい感じです。 今日から特別公開で日ごとに月が満ちていきまして、最終日の11月の30日に素晴らしい満月を迎えますので、30日、清水寺上旬で会いましょう、皆さん。多分私もね、行くような気がします。<laughs> お会いしましたら説明しますよ。いや、説明する人がいらっしゃると思いますけど。はい。ということで本日は、 清水寺金運系の国にある大山寺小安の塔についてのトークでした。本日のトークはここまでになります。ということで、ほぼほぼ毎日配信をしております。楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ。大山寺への今日はトーク旅でした。さあ、それでは一番大切な 心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくります。合言葉は、きっと、もっと、京都を好きになる、この好きになるというところに皆さんも大合唱いただきまして、手にはハートマークを作って、京都からもたくさんの元気をお届けしますし、皆さんからもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思います。それでは行きます。 きっと、もっと、京都を、好きになるということで、本日は、楽旅京町屋1階、お茶室とその前の路地からお届けしました。明日も、同じく午後3時からお届けします。直前まで、道向かいの京都リビングさんで講座をしています。終わってすぐに帰ってきて、 パッという準備をしてね、ライブ配信をしたいと思います。明日も午後3時にお会いしたいと思います。ありがとうございました。ハートマークを連打して、Facebook の皆さん、元気をチャージしてください。さあ、それでは、ポチッと消したいと思います。ありがとうございました。